ミノウェイイングリッシュプログラムの7月テーマ虹に関してのクラフトをご紹介したいと思います。このクラフトに関しては3歳児から5歳児つまり年少さんから年長さんに向けてちょうどいい制作となっています。もちろん2歳児さんも先生たちの手伝いを使って行うことができます。まず画用紙に先生たちがこのように鉛筆で雲と虹のラインをつけていただけるといいかと思います。もちろん年長さんになったら自分でこのようなラインも書くことができると思います。用意していただくのはこちら、シェービングクリーム、木工用のボンド、そしての具です。今回4色使って作っていきたいと思います。これをすることでふかふかの乾くとふかふかの虹が面白い虹が作ることができます。まずこうした紙皿もしくはプレートをご用意していただけたらいいかと思います。そこにシェービングクリームを入れていきます。そして固めるために木工用ボンドを足していきます。木工用ボンドをあまり入れすぎると固くなりすぎてしまうので気をつけてください。少しだけ混ぜます。そこに絵の具を入れていきます。全体を混ぜていきます。色合いは先生たちや子どもたちの好みに合わせてやってみてください。このようにして混ぜていっていると少し硬いなと感じる時があります。その時はもう少しだけシェービングクリームを足してあげてください。あまり硬いとふわふわ感が出てこなくなってしまいますのでお気をつけください。また木工用ボンドが少なすぎても今度は固まりにくくなってしまって乾いた後もいつまでも手にくっついてしまうことになります。だいたいこのような感じですね。ちょっともったりした感じ、このような形でできるとよろしいかと思います。これで4つの色を作っていきます。今日はピンク、そしてブルー、グリーン、イエローを作っていきたいと思います。ここまではできれば先生がご準備いただくといいかもしれません。もしくは混ぜるのがとても楽しいので年長さんの子たちは自分たちで混ぜることもできるかもしれません。色の配置は子どもたちの好きにしてもらってもいいですし、先生たちが決めてやっていくこともできます。このようにスプーンを使ってここに落としておきます。ガイドラインがあるとこれをやっていきやすいと思います。落ちるのにちょっと大変なので
子どもたちの手伝いをしてあげてください。ふわっとした雰囲気が出ると、これが乾いた時に指で扱った時の食感じがとても面白くて、子どもたちは大喜びをします。少し小さめのスプーンを使うとやりやすいかもしれませんね。もしくは割り箸などを使って少しこのように伸ばすこともできます。このように表面はツルツルにはなりませんけれども、落ち着いてくると乾いてくるともう少し表面が平らになってきますので、心配する必要はないと思います。あまりたくさんもっこりさせすぎると今度は乾くのにすごく時間がかかります。今は夏ですので乾きやすいので大丈夫だと思いますが、このような形になります。次はグリーンを置いていきたいと思います。難しいようであればこのようにして割り箸で少し落としながらやった方がやりやすいかもしれませんね。子どもたちと一緒に伸ばすことを楽しんでいただけたらと思います。先生たちはこのように落としてもらって、スプーンを使ってももちろん全然大丈夫です。ついてないスプーンでこのように伸ばすこともできます。次はイエローを塗っていきます。先生がこのように何箇所にかに落としてくれてもいいかもしれませんね。ちょっと長い距離になると伸ばしていくのが大変かもしれないので、このように何箇所かに分けて置いておくと伸ばしやすいかもしれません。もちろん色の数は4つではなくこれを3つにしても全然大丈夫です。ただ
細い線だと少しこれを伸ばしにくいかもしれないので、少し太めの線をしてあげてください。最後はブルーを乗せていきます。最後に色のついていない白の部分ですね。これはシェービングクリームと木工用ボンドをただ混ぜただけのものになります。これを雲として最後につけていきます。クリームのような表面になりますね。どうでしょうか。このような形でレインボーを作ることができました。これをしばらく乾かすと表面が少し平らになってきて、とても不思議な感覚のふわふわのペイントができます。ぜひ子どもたちと一緒に楽しみながらやってみてください。もう一度復習です。必要なものはシェービングクリーム、そしてご用のボンド、絵の具、好きな色の絵の具ですね。そして紙皿、スプーンや割り箸を使っていただいても大丈夫です。混ぜるときはぜひスプーンで混ぜてください。そちらの方がふわっとした感じで仕上がると思います。ではぜひ子どもたちと楽しいレインボー作りをお楽しみください。